トリシンは干渉剤に使われる有機化合物である。トリスとグリシンの誘導体であるので、トリシンという名がついた。アミノ酸であり、干渉領域は pH7.4 から8.8である。白色の結晶粉末は水に可よであり、その溶液の pH は4.4から5.2である。プコ1は2.3、プコ2は8.15である。微信とともにグッドバッファーの一つである。 グッドは、クロロプラストの反応において初めてトリシンを用いた。トリシンは、電気栄動の干渉液に広く使われ、細胞ペレットの再検落液にも使われる。グリシンよりも強く負に帯電しているのでそれだけ早く移動する。加えて、イオン強度が大きいので大きなタンパク質より小さなイオンの動きを促進する。これにより、分子量の低いタンパク質はより濃度の低い。 アクリルアミドゲルに低い割合で分離される。トリシンを用いると1から100イダのタンパク質を分離することができる。250L のトリシンの干渉液はホタルルシフェラーゼを用いた ATP 分析による10項目のテストにより最も有効な干渉液とされた。放射線膜損傷の研究によりトリシンはヒドルキシルラジカルの効果的な補足剤でもあることが分かった。 ありがとうございます。